無駄だよメア。今の私はお前にしか近くできない。私はお前やヤミとは異なる存在だが、可愛い我が下僕メア、何も案ずることはない。私が今からすることは全て私たち3人の未来のため。メアの髪が黒く。メア、ずっと考えていた。ダークネスの発動条件とは何か、やっと分かったよ。それは兵器にあるまじき心の平和、それをお前が心から受け入れること。この宇宙に仕掛けられた次元爆弾だったわけだ。メア、何のギャグだ。違うわナナ、メアさんじゃない。桃姫の言う通りだ。私はネメシス。七姫やティアーユとは初めてだったっけな。よろしくね。ねえじゃないわよ。どういうことなのネメシス。おお怖い。ちょっと茶目っ気を出してみただけではないか。